こんにちは。はい。さあ、豊さん、はい、実はスタッフから元プロの豊さんにいろんなプロ野球選手の疑問のこと、思うことを聞きたいというオファーが来ました。本当か？一応本当です。本当です。まあ、これは。だからあのプロ野球だ、野球を経験者でもそうですし、未経験者でもそうですけど、なんであの選手はあんなにすごいんだろうとか、なんでこの選手はこんなにダメなんだろう、プロスター何なんだろうとか。ダメなのも答えるの。はい。まあ、それもいいけどね。一般の疑問なので、はい、なので一応これ教えて豊さんっていう、そんな感じの、はい、もうコーナーにしようかなって。わかりました。いいですか？まあいいよ。もう豊さんの答えられる範囲で。まあまあそうだね。無理なものは無理じゃん。いや、そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。まず一つ目です。はい。大谷選手はなんであんなにすごいの？じゃあさ、はい、森内氏に質問するけど、はい、森内は、うん、なんで大谷がすごいと思う？いや、もうピッチャーですごいし、うん、打ってもすごいし、こんな選手見たことないからすごすぎるって。それだけだろ。はい、走ってもなんか走っても速いし。そうだろ、うん、結局バランスなんだよ、うん、彼を支えてるの、うん、だから足が速い、はい、走り方がいいから足が速いよね、はい、だから足が速いには何が必要だと思う？うん、ぶれない芯とか体力とか。おお、そう、はい、だ腹筋が強いんだよ。お、絶対に、はい、足が速い人っていうのは絶対腹筋強いから。へえ、ね、で上体と下半身を結ぶ腹筋が強いということは、はい、上体も下半身もそれについてくるっていうことだよね。全て合う体のバランスに。だからバランスがいいんだよ、ものすごく体の。へえ、だからあれだけ速く走れるし、あれだけ速いボールも投げれるし、あれだけボールも飛ぶんだよ。体も恵まれてるよね。まあそうですよね。あれだけの体格をして、あれだけの速い動きができる日本人っていうのは、はい、なかなかいないよ。 NBA のバスケット選手ぐらいだよ、はい、あれだけの大きい体で、はい、大谷みたいな俊敏なスピードを持ってる選手は、うん、メジャーの選手でも大谷ぐらいの体の大きさを持ってると、足が遅かったりだとかに、うん、はい、身のこなしが遅かったりとかするんだけど、はい、大谷は速い動きができる、はい、そのためには例えばその中学高校ぐらいからやってたんだよ。ずっと基礎の筋トレだったりとかもやってたんだよ。食べるものもね、お母さんがちゃんと食事を与えたと思うよ。そうですね。だからなんかの対談で見たのは、自分は白米食べませんと、オートミールとか玄米とかで食事も作ったことありません、うん、だやっぱりそう管理したものを食べてたっていう、うん、それとナイターが終わるでしょ、札幌ドームで、はい、お客さんが引いた後に大谷が出てきて走るんだ、はい、フェンス沿いを。やっぱね、人が見えないところではちゃんと努力をしてるんだよ、うん、人が見えないところで努力するっていうのは、うん、ある意味当たり前なんだよ、うん、みんなやってるよ、プロ野球の選手だったら、うん、ただあれだけバランスのいい体を持ってる、また筋肉も速く動ける筋肉を持ってるっていうのは、やっぱ自分も鍛錬したと思うけども、うん、これはやっぱ天性のものが強いよ。まあ、いくら努力してもあそこまでいけない選手ももちろんいるっていうことですよね。まあ、もちろんそうだよ。豊さん大学の時でした。高校の時ピッチャーもやったことが。高校の時、ね、高校の時、うん、その時にピッチャーと野手を一緒にやるっていうのはやっぱ難しい。いや、難しくはないよ。難しくはないんですか？難しくはないけど、体力的にはしんどいということだよ。それはそのピッチャーやった後、その回復力とかそういうことですか？まあ、そう、いや、それを大谷はメジャーでやってるんだから、はい、相当すごいよね。そういうことは練習を6スポしてないと思うよ。え、じゃあ何をして？できない、できない。それってこれずっと。いや、だから素質なんだよ。持って生まれたものか。もうすごいんだよ。だから天才っているじゃない。はい。勉強しなくても勉強ができる。あ、いますよね、多分。一回聞いたらもう頭に入ってるって。はい、もうそのクラスだよ。あ、そうなのか。ああ、だって日本人選手ってメジャーリーガーってやっぱり体格だったり運動神経の能力とかってやっぱりちょっと追い越せない部分ってあるってずっと思ってきてたのが、うん、とんでもない、ね、大谷選手は本当覆したので。そうこれから子供たちでもやっぱり二刀流目指したいとか、うん、今目指している子たちもいると思うんですけど、目指すには、はい、もうとにかく小さい頃から食事の管理だとか、はい、栄養のバランスだとか、そういうのをやっておかないと、両方ともできるけども体力的に持たないとか、そうなってくるよね、はい、で故障しちゃうとか、
食べるもので体は出来上がってきてるし、細胞は活性化して糞となって出ていくわけだから、はい、食べるものっていうものもしっかり頭に入れて体を作っていかないとバランスは保てなくなってくるよね。なるほどね。もうそこから始まってるんですね。そこから俺は始まってると思う。だから大谷はある種そういう計算をされてるというか、はい、そういう体を持ってる。野球指導者の方でも、例えば中学生高校生を教えるときに、その二刀流をやりたいっていう選手がいたら、それは伸ばすべきなんですか？やらせたらいいと思う、だ注意する点というと何かあるんですか？だから、まあ、例えば野手でもね、はい、ショートからセカンド、セカンドからショートってコンバートがある、はい、押したら体の使い方って全く違うんだよ、うん、押したら故障につながるんだよね、はい、二刀流ってピッチャーをやる、左で打つ、今度は打つ、うん、これやっぱりね、使う筋力が全然違うとこを使ってるわけよ、はい、だから故障につながるから、うん、それはつながらないためにもどんなことをやらなきゃいけないかっていう勉強も必要だよ。あ、コーチ側が教える側が、教える側も、うん、でどういうものをやっぱたくさんとって 筋肉を柔らかく強い筋肉を作らなきゃいけないわけだから、はい、だからそういうこともやっぱ気を使わなきゃいけないし。そうですね。だからやることは大変だ。二刀流すごいなって言ってるだけじゃないんだよ。すごいから。そうですよ、ね、もう小さい時から、はい、節制は自分でしてない、うん、他の周りの人間がそれを指してきたのかもわからないけども、はい、やっぱよくできてると思うよ。いや、そうだよ、そうです。そらね、100年のメジャーなんか歴史があって、はい、こんな二刀流で大活躍するような選手が現れるなんて思ってもみなかったと思うよ。そうです、ね、でもそこを成し遂げてるっていうのは、うん、生半可なことやってきてないから、うん、だからもうバランスだよね。バランス、俺はバランスだと思う、うん、そう。続いての質問です、はい、阪神の藤浪投手はなんであんなに苦しんでるんですか？イップスがあるもんね。そのやはりこのデッドボール当ててしまったっていうイップスなんですか？だから彼を再生させるには、はい、自分しかないんだよね、うん、自分を自分で変えていくしかない、はい、やっぱもう瞬間的に映像がパーンと出てくるんだと思うよ。あの時のみたいな、はい、うん、なんか大失敗した時のことってさ、はい、なんか映像に残ってることとか多分あると思うんだけど、人だったら、はい、あの原稿を読む時に下読みで何回も噛むとこ、例えば若隆景言いにくいんですよ。練習で何回も若隆景ってなってたなって思うと、そこの行に来た途端意識するでしょ。意識して間違えます。そうでしょ、はい、そこがあるんだよ、彼の頭の中に、はい、だ投げる瞬間にその抜ける映像がパーンと出てきたりだとか、はい、する時があるんだと思う、うん、そしたら確実に抜けるとか、この抜けたボールが当たった時の映像まで多分藤浪は分かってんじゃないかなと思うんだよ、ね、でも藤浪投手って高校の時も入ってきた後も、もうものすごい大エースだったじゃないですか。その時ってその荒れるからすごくやっぱ相手も嫌だからいい投手っていうのが持ち味だったんですか、うん、まあまとまってたよね、まだ、そこまで抜けなかったよね。でもひとたび抜けた時にその映像が取り込まれちゃったんだよね。まあ、あの黒田投手であったりとか、だから上書きしていけばいいんだけどさ、はい、上書き保存でいいやつを上書きしていけばいいんだけど、うん、悪いのがボーンと出てくるんだよ。どんなエース、例えばすごい投手、松坂投手であったりとか、いろんな投手でも一回も人に当てたことない選手なんていないじゃないですか。いや、もうそれはそうだね。でも、うん、もう投げないという自信があるんだよね。それはなぜ抜けたかっていうことを分かってんだよ、うん、だからそうならないように投げることはできるっていうことだよね、いつも。はい、でも藤浪はそこまでないんだよ。やっぱ抜けたことのが全てなんだよ。そっちの方にマインドがいっちゃうってこと、うん、だからそこの映像を上書き保存で消せるようになってくると抜けなくなる。あとそのコントロール制球なんていうのは、それはどういうふうにして、どうしてそうなっちゃう。だから当てれない、抜けたくない、それが基本的にこの指先を狂わしてる要因の一つだよね。だからもともとものすごく器用な選手だと思うんだよ、はい、その上書き保存していけばもう四隅に投げれるような、俺はピッチャーだと思うし、ポテンシャルがあると思うんだよね、うん、ちょっと自分のバランスが崩れた時にあっとした映像がポンと出てきて、あーってなっちゃうんだと思う、うん、
あと中継ぎで出てきた時に1イニング目はすごいピッチングをするんですけど、2イニング目出てきた時にやっぱ荒れ出す、あれは何かあるんですか？まあ、1回休むとモチベーションがスーッと引くよね、はい、それからマックスに上げていくというのはやっぱ大変なんだよ、うん、やっぱポンと出てきた時っていうのはもうそこだけ3人に集中できるんだけど、はい、それを終わった時にホッとするよねみんな、うん、それでまた行かなきゃいけないって、だからイニングまたぎっていうのを中継ぎの人っていうのは下手な人が多いよね、うん、だからそれは藤浪に限ったことではなくて、うん、やっぱ他のピッチャーにも言えることだよ、うん、ひとりさん、藤浪投手って先発に型なんですか、中継ぎで？いや、俺は先発型だと思うよ、うん、やっぱりそっちの方がこの投手には向いてるってことなんですね、向いてると思う。あと環境は変えなくても今阪神にいてもまだやり直せますか？これはやっぱ自分の映像を消すしかないから、うん、消せればどこ行ったって活躍できる。あ、消せなかったら抜けまくるよ今まで通り。そんなに残像ってやっぱ残るんですか？残像は残るよね。だからバッターでも打てなくなる時って頭に本当強烈にデッドボールが来た時に、はい、この映像が消せなかったらちょっとここら辺に来た時だけでも、うん、もう避けるよね。ましてや左ピッチャーでガーンとぶつかったらこっからカーブ投げられたら絶対こうやってちょっと逃げるよね、うん、それで曲がるというか、だから残像を消せるやつがやっぱり一流になっていくし、うん、みんなそういう残像っていうのは持ち合わせてるんだよ、うん、消せるか消せないかなんだよ。江坂さんは消せる方ですか？いや、だから俺は遠山のカーブが頭に当たったんだよね、うん、はい、だからこれを消すしかないそれはもうあんまり、だから楽天的なんだよね、楽観的というか、うん、あ、もう来ないだろうって一回当たってるからっていうような感じなんだよ逆に持っていくんですね、うん、で打てたんだけど、その後も、うん、でもずっと残像が残ってる人っていうのはやっぱ抜け出せなかったよね。じゃあそこをなんとか自分で超えていく、消すっていうことしかないんですね。そうだね。じゃ最後、はい、村上選手はなんであんなにすごいことになったんですか？ベンチを見ててもチームを引っ張るじゃない、はい、引っ張るって鼓舞する、それにはやっぱ責任を持ってるよね、うん、そのためには自分も打たなきゃいけないという、まあ、そこら辺の精神が他の選手とは違うということ、精神力、うん、それとやっぱ常にバットを持ってるよね、あの子は、うん、だから全日本の話でも常にウエイト場に行って鏡の前で構えを作ってスイングをしている、やっぱ負けず嫌いなんだよ。あ、そこが本当にあるんですね、うん、まあ、それと彼のデビューのホームランを見た、1打席目にホームラン打った、いや、やっぱすごいなと思って、うん、俺がびっくりしたのは2打席目ポンポンと追い込まれて、はい、そしたらどうしたかっていうとそこから粘るんだよ、うん、それがね、インサイドからこう出してファールにしながら粘っていくんだよ、うん、これを見た時に、あ、この選手はねただもんじゃないと思った。それはその粘るっていう、その追い込まれた、いや、三振したくないという気持ちなんだ。あ、追い込まれて、はい、だからインサイドから出して、インサイドから出して、あんまりヘッドをこうって出したら前に飛んじゃうから、はい、出さないように出さないように、結果的には三振はしたんだけど、うん、だけどこれを見た時に、あ、この選手はただもんじゃないって。これって誰かが教えるものなんですか？やっぱりね、教えるんじゃなくて彼の性格だよね。負けず嫌い、うん、だからプロでよく言うじゃない、やっぱプロ向き、プロ向きじゃないって、はい、でものすごい素質を持っててもプロ向きじゃない選手もいる、うん、マシン番長みたいに、はい、ね、マシン打たしたら超一流、これメジャーでもかなわんぞっていうぐらいのマシン番長、マシン打たしたら超一流なんだけど、はい、人間の球打てない、打てないって不思議ですけども、ね、うん、だけどそのなんていうの、村上っていうのは、うん、やっぱりなんていうのかな、こう野球をやってるよね。野球をやってる、うん、だから打席に立ってるんじゃなくて、うん、野球をやってる、うん、チームとして戦ってるよ。そういうことですね。個人で戦ってないという、マシン番長ではないっていうことですよね。マシン番長ではない、だからチームのために打つ、はい、チームのために目立つ、うん、チームのために鼓舞する、うん、引っ張る、うん、だからそれができてるから俺は成長してると思う。あれが上から押さえつけるような人がいたとしたら、生意気だとか、うん、お前黙ってるって、お前先輩になんていうこと言うんだっていうようなことになってくると、やっぱ彼の良さは多分出ないと思うけど、だけど彼は
それでも俺は出てくると思うけどね。そういう根性を持ってるって、ね、根性を持ってる、うん、あとヤクルトっていうのがそういう意味ではじゃあ良かったのかもしれないですか、そういうムードを、うん、まあそうかもわからないよね、うん、でもそういう雰囲気じゃなかった、そういう雰囲気じゃなくて、はい、彼は何かを見つけてたと思う。もうどこにいても活躍できる、だから頭がいいよね、あトンチも効くしねそこも大事なんですね。いやいや俺は大事だと思うよテレビでプロ野球のイベントやってたんだよ、はい、でバッティングで真ん中のあれをこう打ち抜くっていうこと、うんうん、で相手が栗原だったんだよ、はいはいはい、ソフトバンクの、はい、で打ち合ってどっちに倒れるかっていうことだったんだけど、うん、栗原金髪にしてたんだよ、はい、で先輩でしょ向こうの方が、うん、でなんつったと思う、なんでだどうですか相手が栗原さんだよ、ね、あんな金髪やるには負けませんよみたいなでいやだけどやっぱり社会人として金髪があまり好ましくないっていうことは分かってるわけよ例えばなるほどね、いやそれで負けたんだよ村上選手がですか、うん、おまさかの、はい、どうですかって金髪しますって面白い、いや面白いでしょ、面白いやっぱねそういうね気持ちの精神的な、うん、なんていうのこう切り返しというかさ、あそういうこともトンチが効いてて、うん、俺はすごくあこの子はやっぱそういう、こう懐の深さ、も、は、の、い、の考え方の幅の広さっていうかさ、うん、そういうのをこう感じたんだよね。頭がいいですね。頭がいいんだよ。あだからこの子はやっぱ違うなと思ったよね。あこれはね、ジャイアンツの岡本にも言える。はい。トンチが効くっていう、うん。だから、そういう選手がやっぱ伸びるね。そうです、ね。クソ真面目は面白くない。そうですね、真面目は間違いないけど、うんうん、でも面白を身にかけるというだから 突発もないことはやらないというコツコツアベレージでいくというそうですね、安定という感じのね、あなるほど、いや今日ね大谷選手はなんであんなにすごいのか、そして藤浪投手は何に苦しんでるのか、村上選手はなんであんなにすごいのかというスタッフのちょっと疑問、はい、一般の方の疑問にお答えしましたが、はい、あの見てるあのご覧になってくださってる皆さんも、ねはい、豊さんに素朴な疑問、はい、この選手はなんでこれがいいんですか、この選手はこれなんでこれがダメなんですか、ね、なんで1軍と2軍行ったり来たりしているんですかとか、そういう疑問あればちょっとあのコメント欄に書いていただければこれコーナー化して、はい、どんどんその質問を答えていきましょう、そうですね、はいはい、答えられなかったらもう答えなくていいので、答えなかったら最初から出すねでもあえて、まああえて、ね、あえて豊さんでもこれ無理みたいなのが、はい、それもありで、はいはいはい、やっていきましょう、お待ちしてます、はい、はい